すごいね、カントリーエレベーター。サイフォン TV。今この辺ちょっと細かいルート分かんないんですけど、出荷するための、お米をもみ釣りに送るお米を一回タンクに貯める工程が行われているらしくて、だからまあどっかこの辺通ってるんでしょうね。あ、すごい、ここお米が見える。多分選別してるんだと思います。あ、粒選別機、粒選別機っていうのか粒選別機っていうのか分かんないですけど、多分そのお米の大きさを揃えるための機械ですね。そこを通ってお米が今下に落ちていってる。すごいな、これも多分だから全部お米が通るパイプなのかな。あ、海が溜まってるのが見えますね。あ、こっちも見える。すごいジャングルだ。すごい、5階まであるんだこの建物は。うわ、ここが一番上ですね。だから下から昇降機で上がってきたのがここから下に行って、さっきの下にあった瓶に行くと。すごい、この辺もいろんな行き先があるんで、いろんな行き先に切り替えて。ああ、すごい、かっこいい。お米ってこんなかっこいいところを通ってきてるんですね。うちに家に来るまでに、あの郵便局のあの自動でハガキをより分ける機械みたいな感じですね。すごいなあ。だからこのパイプ、下に通ってるこのパイプは全部お米のが通っていて、まあ行き先瓶だったり、瓶から出荷されて、もみすりに行くまでのルートだったり、あのさっきの選別機に行くルートだったり、そこからまたもう一回貯められて出荷するルートだったりしてるわけですね。こっちの銀色のパイプはお米殻とか、はい、もみとか、あ、囚人パイプ。なるほど、もみすりして出たゴミと、もみとか、もみ殻とか、はいはいはい、もみ殻庫っていうあちら辺にあるんですけど、はい、まあ、そこに一箇所になって。なるほど、お米以外のものが流れてくるんですね。そうか、こっちの銀色のパイプはもみすりしたもみ殻とか、ゴミとか、まあそういうものが送られていくルートみたいです。これもね、一種の、僕はこれも一種の農業インフラだと思うんですけど、
あ、この中今完全になんかお米通ってますね。見えないけど。すげえ。5階から1階まで全部、この、なんていうんですか、この網で、床が網になってるからすごい下まで見える。いやー、これもだからね、お米のこの、なんていうんですかね、品質を、ああ、だからここのほら、この広大な農地でね、取れたお米を、高い品質のまま、コストを下げて、管理して、流通まで行くというための施設ということでですね、僕はもうこのカントリーエレベーターもすごい、ものすごい立派な、インフラの一つだと思ってるんですよね。結構各地の農村地帯に、うわ、すげえかっこいい。各地の農村地帯にあるじゃないですか。田んぼの真ん中にね、巨大な建物が建ってて。いやー、本当に、皆さんもっとぜひ注目していただきたいなと、思いますが。あ、乾燥機これだ。あ、だからここはこれで、乾燥した空気を作ってるんだね。これが今もみすりしてるところですか。あ、そうです。はい。あ、これ上がってるのか今。すごいなあ。あそこいっぱい海が入って、それがこの中に多分入っていってるんだ、どんどん。あ、これもだからここのお米を投入するとこだね。はい、6個くらいからで、ああ、はいはい、あそこに1個溜まっていく、溜まっていく、はい、で出荷するときはそういうところから、まあ、またこう登って、はい、もう一回登って、もう一回登ってあそこに溜まって、はい、から落とす。なるほど、はい。お見釣りが終わったものは一回下に寄ってまた上に上げられて、あの上のタンクに溜まり、さらにもう一回今度こちらのタンクに溜めてから、ここから落として、このプレコンパックに詰めて出荷される。このプレコンパック一つでどのぐらいお米入るんですか。飼料用米は、はい、1010kg で、まあ、1トン。1トン、約1トン。はい。笹に式とか一目惚れはこれじゃなく、これにも入れる。なんか、あそこにあると思うんですけど、青い。ああ、ああいう。あれで、1098kg ぐらい。ああいう小分けの袋にも入れることがあるんですか。ああ、紙袋。紙袋、はい。そうですね。紙袋で欲しいとかってなった時とか、あと、最後の半端の時とか。はい。あれ使って、こっから出ていくときは、その持っていく人っていうのは誰になるんですか。誰っていうのは、玄米を買ってくれる人、いわゆるお米屋さんとかですか。そうですね、はい。すごい、こんなコントロールパネルもあります。袋詰めされたお米もいっぱいあります。一目惚れ、宮城県産の一目惚れです。食べたいね。帰りお米買って帰ろうかな。重いな、でも。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。大崎市古川カントリーエレベーターを取材させていただきましたが、いかがだったでしょうか。いやー、皆さん知らなかったでしょ、カントリーエレベーターこんなすごいって。
いや、僕も久しぶりに、ま、あのね、数年前にちょっと取材させて、別件で取材させてもらったことがあって、その時に、細かくカントリーエレベーターのいろんな種類とかね、分けて書いたりした記事があるんで、概要欄に載せておきますので、ぜひ概要欄から記事も読んでいただきたいなと思うんですけど、まあね、農業用インフラとして、一番上流に農業用水を溜めているタムがあって、まあもっと言えば雪解け水が山に降ってっていうところからあるんですけど、水がね。で、農業用ダムに溜まってそこから供給されて川を流れて取水堰で取水されて田んぼに送られ、田んぼに水が張られて、で、稲が植えられ、稲が育ち、収穫されますよね。で、収穫されたお米の中にも水分ってあるわけですよ。で、そのお米がここに集められて、乾燥機で乾燥されて、ちょうどいい水分量に調節されて、保存されて、で、食べるときに、出荷される前にもみすりをして、で、袋詰めされて、ここから出荷されてって、お米屋さんに並ぶということでですね、なんだろう、ダム目線で言えば農業用水の最後の地点だと思うんですよ、僕はここがね。あ、もちろん別に農業用水の排水路っていうのもあって、そこから排水路から川に流されて海に出ていくっていうのもあるんですけど、お米に吸収された水分としては、ここがね、最後のポイント。ここで乾燥されるっていうね。まあもちろんそのままお米の中に残って、お家の炊飯器まで行こう。水水分ももちろんあって、僕らの、ね、食べる水分ももちろんあるんですけど、まあそういう意味でね、いろんなこの農業用の水の終着地点の一つだと思います。というわけで、ぜひね、米を食べる日本人皆さん、農業用のインフラの流れの一つとして、カントリーエレベーターにも、まあ、注目していったところでね、見学できたりするところはそんなないと思うんですけど、まあ、こういうのもあるよっていうことで、お米の流通経路の一つに、この一つのポイントとしてね、あるということを頭の中に入れていただけるといいんじゃないかなと。思います。では、この動画が良ければいいねボタンを押してください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。